シャルル・ルクレール、2021年までに F1 チャンピオンを取りたい。フェラーリのシャルル・ルクレールは、2020年の目標はチャンピオン獲得であり、それが達成できなかったとしても、2021年には果たしたいと語りました。2020年にタイトルを獲得できることを望んでいるけれど、タイトルを確実に取れるなら2021年まで喜んで待つよ。2021年からバジェットキャップが導入されるから、チームが多くの投資を行う2020年は非常に重要な年になると思う。2021年に向けてできるだけ準備を整えるつもりさ。そしてチームとしてチャンピオンシップを勝ち取るために適切なマシンを作るための適切な仕事ができることを願っているよ。はい、シャルルさんのね、はい、はい、2020年、どうかな、まあ、2021年にはと取れるか、取れるかな、と取れないなみたいなまあ2020年が無理ならもうさっさと諦めて、2021年に勝負かけることもまあ受け入れるよっていう意味かなと思いましたけど、このコメントだけ聞くと、まあ、まあ今年はね今までの流れがあるからで、来年からバジェットキャップからまあまあ、今年走ってみて、ねうん、あちょっと無理っぽいなと思ったら、うん、もう今年捨てるよって捨ててもいいよっていう意味かなと、うんね、確実にタイトル取れるんだったら喜んで待つっていうのは、うん、だからそれはもうチームにもダメと分かったらもう21年今年の使えるうちに2021年にお金かけろよ、要は今年のうちにお金かけて2021年頑張ってねっていう、まあ、プレッシャーをかけてるってことでね、まあ、ルルルがチーム代表やったらいい、うん、戦略も決められないんだから、うん、そうだねチーム代表兼ストラテジスト兼ドライバー、あ、いいねいいね、プレイングチームマン、うん、チームディレクター&ストラテジスト、うん、あ、素晴らしい、うん、大変このチームで勝とうと思ったら大変、うんうん、まあそうですね、理論的に考えると、はい、うん、2020年ちょっと厳しいかなって思うんだったらもうさっさと諦めた方がいいですからね、うん、頑張ってそこからまた2020年の車一生懸命作るよりは、うん、もうさっさと諦めて21年の車を良くする方がいいですよ ね、 なるほどね、メルセデスとレッドブルが争ってくれてる間に、うん、フェラーリはもう2021年の車一生懸命作るって、うん、まあ、でも意外に、うん、やっぱりこう、まあだからそこでふっとこう冷静に考えるとやっぱフェラーリでチャンピオンを取る確率って難しいよねそうなんですよ、うん、すごくなんか強いチャンピオンをいっぱい取りまくってるような イメージはやっぱり刷り込みであるんだけど、多分そういうイメージ持ってるのはおっさんですね、うんうん、だから、うん、あの上昇軍団っていうイメージもないよね、だからそれシューマッハ時代だけですよ ね、 ね、うん、その後もまあライコネンがチャンピオンになってるけど、あれもマクラーレンのアロンソとハミルトンが争ってくれて、うん、まあなんかね、棚からぼた餅って言ったら悪いけど、うん、まあ、最後にポロンって、え、俺みたいな感じですからね、だから早かったフェラーリって、まあ、あの辺が最後2011年、2012年あたりの、まあ、アロンソもチャンスなかったわけじゃないけど、うん、まあ普通に考えて、まあ、レッドブルの方が圧倒的に車は早かったですからね、なるほどね、うん、まあ、まあでもここでまあ、若いルクレールが新しい、はいはい、うん、フェラーリの時代を築けるかどうか、だからチームを本当にだからリーダーとして引っ張っていけるかどうか、チーム代表、ね、っていうことだよね結局ね、うん、うん、まあ、だからルクレールみたいな人がチーム代表になるのが一番早いと思いますけどね、なるほどなるほど、うん、頭良くて、まあ、現実的にまあバッバッバッてこうね、で、うん、ある意味冷徹に必要なことにだけパンパンパンってできる人、なるほどなるほど、うん、がいいと思いますけどね、うん、まあ、もうちょっと、まあ、そういう意味ではこの今年来年でルクレールがこうどれだけ成長するかっていうね、うん、まあ、ドライバーとしてだけでなくチーム代表、チーム代表としてこうどれだけ影のチーム代表として、そうそうそう、まあ、それをこう、ね、シルビアが支えるっていうのび太くんどこ行っちゃったんですか、のび太くんだったらもう表に出る人だのび太くん、うん、まあ、2021年に向けてね、車を良くすることも大事ですけど、うん、だからチームの組織として良くしていかないと、うん、車だけでは勝てないですよね、うん、1勝2勝はできてもタイトル取るってなるとやっぱりね、メルセデスとかレッドブルは組織がやっぱ強いですからね、あ、なるほどね、うんうん、だからちゃんとあの勝利に向けて、うん、あのバシッとまっすぐ走れる組織にして、うん、ストラテジストもちゃんと強化してっていうところですかね、うん、
どこで語ったんだろうね。これはオートスポーツインターナショナルってあの年明けのイベントで喋ったみたいですよ。うん、まあ、特にそんな深い意味はなく喋ってると思いますけど、まあ、まあイベントで喋ってる、まあ、リップサービスも入ってるわけだよね、うん、はいはい、まあ、もちろ ん, なんか2020年撮りたいよって、でもまあ 無理っぽかったら2021年まで喜んでますよって、うんうん、まあ、ちょっと笑い半分にって感じじゃないですか。そうだろうね、こうニヤニヤしながらね、うんうん、まあまあね、まあ、イベントだからね、そこでそうそう、いや無理だねこれ嫌なもんねかといって2020年チャンピオン絶対取りますって言ったら、うん、いやいやいやって何の根拠のない自信何それみたいな、うんうん、小山美樹じゃねえんですさみたいな話になっちゃうでまた書かれるよ、何かあったんですか何かあったんだよはい、はい、すいませんね、お後はよろしいようで、はい、チャンピオン取れなくても諦めないで